声援を送っていただきますようにお願いします。ドアをオープンして岸壁を沿うように手を振りながら、これをローパスというというふうにコメントいただいているんですが、扉を開けて走行してくることをローパスというでしょうか。そうですね、低空でドアをオープンして、そういう飛行の形態をローパスと言います。横浜市消防局水難救助訓練をご覧いただいています。無事救出活動が今会場の皆様方にいつもよりゆっくりと時間をかけて会場の皆様方にその姿をご覧いただいています。あのようにホバリングで一定の位置に止まるというのはかなりの操縦技術なんですよね。そうですね、大変難しい飛行でヘリコプター特有の能力です。浜地通り1、平成25年7月運航開始した最新鋭の消防ヘリコプターです。